で、今回これがですね、僕が手に入れた X1 ヨガなんですけど、ここを見るとですね、結構そのバッテリーのリポートでそのパソコンがどんな状態なのかなっていうのが分かります。こんにちは、戸田悟です。わけあってって、わけあったんですけどね、久々にですね、中古のパソコンを購入してみました。これがですね、やっぱ大当たりでした。すいません、なんかいい思いしちゃってっていう感じなんですが、皆さんにもですね、中古パソコンの上手な選び方ということでご紹介したいと思います。ただし、中古パソコンは当たる場合もあれば、外れる場合もあります。僕も過去には結構外してます。なので、自己責任でお願いします。僕はこうやって買って、結構当たってるよっていう方法を紹介したいと思います。まあ皆さんのご参考になれば幸いです。はい、今回ですね、僕ちょっと久しぶりに中古のパソコンを買ったんですね。で、これ買った中古じゃなくて、これを買い替えるっていうか、この次を買ったんですけど、これ ThinkPad の X1 ヨガなんですよ。で、これなぜ僕がこれ使ってるのっていうと、やっぱり仕事で手書きをする必要があってですね、手書きができるパソコンが必要なんです。で、レッツノートの QV もあるんですけど、ちょっと画面が狭いということで、14インチの大画面、そこそこ大画面で手書きしたいわけですね。で、これ今まで愛用してたんですが、さすがにですね、これ Core i5 のですね、6200U。つまり、第6世代の Core i5 なんですよ。で、まあ、使えなくないんですが、結構重くなってきたと。で、メモリも8なんですよね。ということで、ちょっとこれの次を買いたいなと思ったんですが、バイオ Z を買ったこともありですね、まあ予算がないので今回は中古にしようかというところで、ちょっと中古を物色してヤフオクで新しいパソコンを買ってみました。はい。で、中古のパソコンを選ぶときって、新品のパソコンと全く違う部分があるんですね。で、新品のパソコンって、例えば今であれば2021年ですよね。で、2021年の新品のパソコンを買うときは、Core i3、5、7みたいな小畜梅で買うわけじゃないですか。でも中古で買う場合って、例えば2019年、18年、17年という、まあ、これ別に、年はこの年じゃなくてもいいんですが、様々な年のパソコンを探して見つかれば買えますよね。で、例えばですね、2019年の Core i5 を買うのと、2018年の Core i7 が同じだったりするわけですよ、性能的には。例えば CPU の世代が、こちらが第10世代で、こちらが第8世代ということになるとですね、まあ、第8世代の i7 と第10世代の Core i5、まあもちろん細かい型番いろいろありますから違うこともあるんですが、こういう買い方もできるってことですよね。例えば2017年の Core i7 と2018年の Core i5 が同じっていうこともありえますですよね。同じっていうか、ほぼ近い性能というか、同じくらいの位置づけというか、つまり新品のパソコンに比べると選択肢が非常に多いわけですよ。で、まあ、どれを買えば得なのって話なんですが、まずですね、注意しなければいけないのは、古いほど当然ボディが古くなってきますよね。もちろん、誰も使ってないような新品もあるかもしれませんけれども、基本的には古いほど全体がやれてくる。キーボードがすり減ってきたり、各部が傷んできたりと。で、僕がおすすめするのは、なるべく年式が新しくて使ってないものをおすすめしたいんですよ。で、2018年の Core i7 買うんだったら2019年の5とか、2017年の Core i7 買うんだったら2018年の Core i5 の方が僕的にはおすすめなわけですよ。新品だったらもう今年のパソコンって Core i5、Core i7 しかないですから、最高性能が欲しいんだったらもう Core i7 買いなさいって話になるじゃないですか。ところが中古の場合ってそもそも妥協してますから、2019年の Core i7 買うんだったら2020年の Core i5 の方がいいんじゃないっていう話になるわけです。つまり、なるべくモデルが新しいのを買った方がいいよっていうのが一つ目なんです。これおすすめのポイントとして。なぜかというと、本体がやれてないからですね。わかりやすいですけど。性能が高い古いパソコンよりも、性能が低い新しいパソコンの方が、性能が一緒になったとしても、本体は新しい方が、まあいいですよね。使い込んでないので、故障する可能性も低いと。これが一個。で、もう一個ですね。機種による情報をちゃんと得ないとダメだよって、これ結構難しいんですが、でも、賢く買うためにはこれぜひですね、注意していただきたいんですけど、モデルによってですね、製品の性能が変わることがあるんですよ。どういうことって話なんですが、まずですね、Core i8 の次って Core i9 がなかったんで、Core i8 がですね、結構長く売られてたんで、注意しないと年式が変わっても CPU 一緒だったりするんですね。で、もっと違うのは、例えば、ThinkPad の X1 カーボンはですね、2018年モデルまでは、キーストロークが 1.8 ミリなんですよ。で、2019年モデルからキーストローク 1.5 ミリなんですね。1.5 なんですね。僕は 1.8 がいいんですよ。1.5 はちょっと僕的にはイマイチなんです。もちろん、1.5 でもいいよっていう方は全然いいわけですけど。こういうふうに年式によって違いが出てくる。で、今回手に入れた
シンクパッドの X1 ヨガもですね、2019年モデルからアルミボディかな。で、すいません、ちょっと若干間違ってるかもしれませんが、それちゃんと僕も調べて買ってますけど、皆さんもそういうことを調べてほしいっていう話なので、はい。で、2018年モデルまでは、ボディがアルミじゃないんですよ。で、デザインもちょっと違う。でも2017年モデルまでは、キーボードがですね、まあ、段差があってですね、ちょっとデザインがいまいちとかですね、額縁が太いとかですね、要するに年式によって大きく変わるポイントがあるんですね。なので、年式を選ぶときには何年にどんな性能だけじゃなくて、ボディがどう変わったかっていうのもチェックしないといけないんです。もちろん、こうずっと売り続けられてるパソコンだからこうなるわけですけれども、まあ、1世代しかないようなモデルだったらそんなこと考える必要もないわけですが、で僕は今回予算の都合もあって、まあ、あんまり高くない X1 のヨガを買いたいなと。でも、アルミボディがいいなというですね、欲望のもとに製品を探して購入に至ったわけです。はい。で、僕が今回買ったモデルはですね、ちょっとですね、まあ、出品されている方の個人的な問題もあるのであんまりわかんないようにしたいんですけど、X1 ヨガのジェネレーション4ですね、第4世代。CPU が第8世代の Core i5 ですね。これがまあ第8世代の Core i7 が良かったんですが、そこは妥協したわけですね。で、メモリーが8に SSD が512というところで、メモリーも16が良かったんですが、ちょっと妥協しました。でもまあ中古なんでいいだろうと。もちろん妥協したのは価格が安かったからなんですが、この価格がですね、なんと7万1000円なんですよ。7万8000円即決の7万1000円で買ったんですね。で、これ税込みなんで、実質的には6万3000、4000円ぐらい。この値段だったら、6万3000円とか4000円だったら、まあまあ、結構妥協できますよね。どう、吉成さん。そうですね。6万いくらだからね。じゃあ実際に届いた製品を見てみましょう。で、今回僕は、なるべく年式が新しくて、まあ、手書きをすることもあって、綺麗なのが良かったんですね。手書きするモデルって画面が傷んだりするんですよね。使ってたりすると、液晶が削れてきたりして。ということで製品を紹介しましょう。はい。で、今回これがですね、僕が手に入れた X1 ヨガなんですけど、まあ、入ってきたのはこの2つなんですね。箱はなかったです。でもまあ別に僕は箱なくても全然いいんですけど、AC アダプター見た瞬間にこれ当たりと思ったんですね。なぜなら AC アダプター全然傷んでないじゃないですか。AC アダプターって結構傷むんですよね。ただ僕の場合は汎用品の AC アダプター使っちゃうんで、僕のパソコンは中古でも全然 AC アダプター傷んでないので、まあそれだけでは判断できないんですけど、ボディも非常に綺麗でこれ当たりかなと思ったんですけれども、まあ、綺麗に越したことはない。嬉しいですよね。綺麗ね。で、ちょっと電源入れてみましょうか。はい。で、起動する間に、X1 カーボンは、このように、X1 ヨガですね。このように、ペンが内蔵されるんですね。で、このペンも、ちょっと傷んでるとなんか、気分が良くないんですが、ペンも綺麗でした。おかげさまで。はい。はい。ということで、今起動してます。やっぱり、まあ、そんなに早くはないですけど、まあまあ、これぐらいだったらいいかなという感じですね。はい。で、まあ僕の本来の目的は手書きだったんですけれども、手書きもですね、まあこのぐらいの性能でも全然遅れることなく快適に、はい、書けて、まだ全然もう手に入れたばっかりであんまり使ってないんですけれども、快適に書けて、納得してるんですけれども、それにしてもですね、ちょっと今回当たりだったらしく、非常に本体が綺麗で喜んでるわけですが、ここで中古を買ったらすぐチェックした方がいいのがいろいろありまして、各ポートが全部使えるかですよね。USB ポートとか HDMI とか、あと無線系、Wi-Fi とか、Bluetooth とか、あと音が出る出ないとか、その辺をですね、手に入れたらすぐチェックしてほしいんですよね。すぐチェックしてダメだったらもう返品するとか、修理してもらうとかっていうことができます。で、さっきお見せした、この年式ありますけれども、とにかく新しい中古を買いたいんだったら逆に言ったらもう1年以内のものを選んじゃって保証があるものを買った方がいいんですよ。で、保証があるものなら万が一壊れていても保証で直せるというところで、1年過ぎた中古を買うか1年以内っていうのは保証の問題で結構大きい差があります。で、僕は安く買うときは1年以内っていうことは頭に入れませんが、特に Mac を買う方なんかはですね、保証範囲内で買った方が、まあ、安心して使えますよね。だから1年13ヶ月、14ヶ月のパソコンを買うのは一番もったいないですよ。もちろん安ければいいですよ。修理ができませんから。で、買ったらすぐ手元に来たらチェックをして、壊れてるところがあればオークションだったら壊れて使えないですよっていうことを言って値引きしてもらうとか返品するとか、業者から買った中古でも、もちろんジャンクってなってたら何も直せませんけれども、ちゃんと使えるよってなってて使えない部分があったら、そこは返品をするなりしましょう。ということで、さて、中古パソコンを買うとですね、一番課題になるのは実はバッテリーのへたりなんですよ。
最近のパソコンってバッテリーが交換できないのでどのぐらい下手ってるかなっていうのをですね、これチェックするべきなんですが、実はですね、これなかなか出品者でもですね、バッテリーの充電回数ですね、サイクルカウントとか言うんですけれども、言ってくれる人と言ってくれない人があるんですけれども、まあ言ってくれない人から買ったパソコンでもですね、調べることができるんですね。で、調べ方を紹介しておきましょう。はい、で、皆さんも自分のパソコンも調べても全然いいです。で、まずここのですね、 Windows の検索のところにですね、 CDM と入力します。はい、コマンドなんですね。で、これ入力するとこのコマンドの画面が開きます。で、コマンドの画面からですね、パワーですねに、コンフィグ CFG でスラッシュでバッテリーですね、バッテリーリポート、こう開いてエンターを押します。あれ、間違えちゃった。はい、ちょっと一行間違ってますけど、ここ見てください。正しくコマンドを入力すると、すいません、さっき最初のやつは僕、バッテリーを B じゃなくて間違えて G 入力しちゃってますね。ちゃんとバッテリーポートと、入力するとですね、まあここに保存されましたということでパスが出てきます。で、今回は C ドライブユーザーの ThinkPad X1 のところに保存されているという形になりますので、 C ドライブのユーザーですね、 ThinkPad X1 のところに、はい、バッテリーのリポートがこれですね、 HDMI ファイルで保存されてますから、これを開きましょう。するとですね、ここでバッテリーがどれぐらい使われたかなっていうのがチェックできるんですよ。これ見ると、これ見てください、サイクルカウント5回しか充電してないと。で、しかもバッテリーは51000mAh あるのに対してフルフル51000mAh 全部使えますよ。つまりこのパソコンは、僕これもう2回充電してますから、買った時点で3回しか充電されてないってことで、新品だったわけですよ。中古で買ったんですけども、掘り出し物にうまく当たったというわけですね。だからここを見るとですね、結構そのバッテリーのリポートでそのパソコンがどんな状態なのかなっていうのが分かります。なので、このバッテリーリポートを言った上で、売ってくれる人もいます。でもそれって実は当たりを引く可能性がないですよね。全部分かっちゃうから。やっぱりですね、なるべく綺麗なのを買って、ここのサイクルカウント自分でチェックしてみると、うわ、全然使ってないパソコンに当たったとかですね、いうことが分かるわけです。で、これ興味深いので、中古のパソコンを買う方はここをかなりチェックしておくとよろしいかなというふうに思います。で、今回はすいません、なんか皆さんに申し訳ないような気もするんですが、僕はですね、とっても当たりを引いてしまいました。まあ非常に運がいいですね。で、これも結局吉成さんがさっき新品みたいですねって言ってましたけど、新品だったわけですよ。未使用新品を6万円台で、まあちょっと 2,3 年前のモデルですけれども買えたという、ちょっととってもラッキーなお話でした。はい、はい、同じくですね、 Mac でもバッテリーの状況をチェックすることができます。はい、で、やり方なんですが、オプションキーを押しながら、このリンゴのマークですね、で、こちらをですね、クリックします。そうすると、はい、これシステム情報というのがありますから、それを開いてください。はい、開くとシステム情報の中に電源というのがあるんですね。ここちょっと字ちっちゃいんですけれども、これをクリックすると、はい、ここにですね、バッテリーの情報がここに表示されます。はい、充電回数、これも4回とかですね、この辺も出てきますので、この辺をチェックして、まあバッテリーがどれぐらい元気に生きてるかなというところを確認して、最大容量が 100% もちろん100% あれば言うことないんですが、まあ大体 80% 以上になるように設計されているので、まあ 80% 以上のモデルを買う。で、もしくは今後も 60% とかになってたら、バッテリーの交換は中古で買った場合ですね、した方がいいかもしれません。以上、中古パソコンの買い方を紹介しました。今回僕が買ったモデルは大当たりだったわけですけれども、まあ皆さんも当たりを狙ってですね、まあ楽しみながら、外れても笑えるぐらいの価格で、チャレンジしていただければなと思っています。チャンネル登録もよろしくお願いします。